ホリーマナブは日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、外務大臣政務官、元北海道議会議員、元スピードスケート選手、北海道室蘭市出身、専修大学卒業、日本オリエンテーリング協会会長、北海道オリエンテーリング協会会長、小学4年からスピードスケートを始める、白鳥台小学校、 本室蘭中学校を卒業後、白樺学園高等学校に入学。その後専修大学小学部へ進学し、1994年、リレハンメルオリンピック500メートルで銅メダルを獲得。大学卒業後は、王子製紙を経て、PJM ジャパンに所属して、競技生活を続け、1996年には、ワールドカップ500メートル総合優勝、1000メートルで、 世界記録を樹立した。1997年から導入されたスラップスケートへの対応に苦しみ、1998年、長野オリンピックでは500メートルと1000メートルでいずれも惨敗に終わった。2002年ソルトレークシティオリンピックでは500メートルと1000メートルで再び入賞を逃し、同オリンピックを最後に現役を引退した。2007年、 国会道議会議員となった。2期目途中の2012年、元内閣総理大臣である、鳩山幸夫への対抗馬として、第46回衆議院議員総選挙に出馬することが決定。同年12月の第46回衆議院議員総選挙にて、初当選。これにより、日本のオリンピックメダリストとして、初となる大議士に選出された。2017年8月、 第3次安倍第3次改造内閣において外務大臣政務官に就任。2021年6月、それまで顧問を務めていた日本オリエンテリング協会の会長に就任。ありがとうございます。